何がいけないんだっていうね、私を当て書きしてんだから、監督はそれは絶対許さなかったですね。いや大泉さんじゃない、早見なんだと。それはもう監督がイメージする早見に合わなければもう絶対 OK は出なかったですと。ある意味だから一番私が見た映画の中で一番私っぽくなかったもん、逆にこの間劉備玄徳との演じましたけど、あれまるまる大泉洋でしたからね。あれだけの偉人を演じても私だったのに、今回はもう早見って普通の現代人でしたけど、お一番俺っぽくないなと思って、それはやっぱ結局は監督に感謝しましたね。嬉しい、気抜いてたな、そうですね。でも本当に大泉さんのおっしゃる通り、大泉さんってすっごいセリフ長かったじゃないですか。で私ちょこちょこ間に入ってくる、はい、一言二言とかだったので、でやっぱりこうテイクが重なると大泉さんって俺のバカタレってなるじゃないですか。なんでこんなことも言えねえんだバーンみたいな、あれめちゃめちゃ怖かったんですよ。机バーンとかってやるからもう喋らんとこうと思って、なので私絶対次のテイクで噛んだら終わるなって。俺がねうまくいった時に噛んだりしたらね大変だからね。はい、なので喋らないっていうことで乗り越えました。ご迷惑をねたくさんおかけ、すごい圧力かけられてたんですね。いや圧力をかけてたわけじゃないんですよ、もう崖っぷちだったんですよ大泉さんご自身が、ね、私がねあまりにもテイクを重ねるもんだからもうパニックってるわけで、結果的に池田さんの崖っぷちも作ってしまったっていうことですね。本当に、なんだよ今日え？いいこと一個もねえよ。私最初に申し上げましたよ、劇団トリニティで劇団トリニティ、盛り上げてくださったって、ね、そうそうそう、あの時も必死でしたからね。そうですね、ありがとうございます。ごめんね、はい、エライザちゃんね、あの回ってない時も何にも話せない。そうなんですよ。どこで卓球するシーンなんてありました？私たちそれ知らないわ。そうなんです、まさか騙し絵を撮ってると私たちも忘れるぐらい、はい、本当にでも卓球がめちゃくちゃ上手くて。卓球上手いの？はい、池田さん初めてやったよ。うまかったです。そうです、あの撮影の思い出としては、あの撮影の準備段階であのいろんな資料を今回の役にあたっていただいたんですけれども、ちょっとこうね持ち歩けないというか、そうです、なかなかこれ道端に落としてしまったらやばいなっていう資料をたくさんいただいたので、そういった意味ではすごくハラハラしてましたね。ということはきっとあの先が好きなあれの資料だってことですね。あれの資料をいろいろいただいたので、すごく、帰り道は気をつけながら帰っていた記憶があります。なるほど、これまた非常に危険な想像が膨らんでますよ。もうでも大いに膨らませていただいて、ね、劇場に一人でも多くの方にね。そうだよね、うん、大半の人はエッチなものかなと思ってますよ今。全く違います。違う、ね、でも言えないもんね、ネタバレで、ね、言えないです、ネタバレばっかりだもん、はい、そこだけは否定させてください。エッチなものではないです、はい。